仮面ライダーシリーズ仮面ライダーゴースト、ゴースト RE、バース仮面ライダースペクター、ゴースト RE、バース仮面ライダースペクターは特撮テレビドラマ仮面ライダーゴーストのオリジナルビデオ作品。仮面ライダーゴーストのサブキャラクターを主人公に据えたスピンオフ作品。制作当初は仮面ライダースペクターがその第一弾と称されていた。 2017年4月19日発売。仮面ライダースペクターと仮面ライダーネクロムの新フォームが登場するが、テレビシリーズの主人公、天空寺タケルは仮面ライダーゴーストに変身しない。物語はテレビシリーズの後日談にあたり、時系列は仮面ライダー平成ジェネレーションズドクター、パックマンタイ、エグゼイドゴーストウィズ・レジェンドライダーの2年を落とされ、 テレビ本編第50話で、メマ世界へ旅立った、深見誠たちの物語や、彼とアランの出会いと友情が描かれるほか、シー・マコトの秘密も明かされる。本作品と同じく最終回後を描いた、アラン英雄伝第4話は、本作品よりも後の物語と位置づけられる。テレビ君超バトル、DVD 仮面ライダーゴースト真相、英雄ガン魂の秘密。 は本作品の前日談であり、テレビシリーズでモロリスに吸い込まれて消滅したはずのサイオン自チが復活した経緯が描かれている。監督はアラン英雄伝で監督デビューした上堀内カスヤが、脚本はテレビシリーズメインライターの福田拓郎がそれぞれ担当する。上堀内が長編作品を手掛けるのは本作品が初となる。ソフトは通常版のほか ウイシネマに登場するシンスペクターゴーストアイコンが付属する初回限定版が発売される。アランは、明かり合いゴールによる協力のもと、メマ世界の大気を改造する計画を進めていたが、難航している上に、自分の理想のために多くの民が犠牲となっている現状に心を痛めていた。そんなアランを、誠は、友として支えていたが、メマ牢獄が地上に落下し、 そこから脱獄したダントンと出会う。そして、誠は自分とカノンの首相を知り、大いに苦悩することとなってしまう。本作品のみ登場する人物を記載。テレビ本編の登場人物は、仮面ライダーゴースト登場人物を参照。深見誠がゴーストドライバーにシンスペクターゴースト、メガマシーを装填して変身する、シンスペクターゴーストをまとった、スペクターの最強形態。 仮面ライダーゴーストにおける無限魂に相当し、名前にあるシンは英語で宗教的な罪を意味するシンから来ている。シンスペクターゴーストマスクの図柄の複眼の色は水色。変身音声はプライド、グリード、ラスト、ラース、エンビー、グラトニー、スロース、ブレイク、デッドリーシン。変身時にシンスペクターゴースト、目魂を ゴーストドライバーに装填した際には、セブン進化、の音声が流れ、レバー操作時の音声は、新海岸、新シンスペクターとなる。専用武器は存在せず、従来の形態と同様にガンガンハンドとディープスラッシャーを使用する。また、両武器ともにゴーストチェンジを介さずに、全モードを任意で変形と使用可能。アランがメガウルオーダーに、 友情バーストゴーストガン魂を装填して、変身する。友情バーストゴーストをまとったね。クロムの超強化形態。友情バーストゴーストの色は黒、金色。変身音声は、俺がバースト。友情ファイヤー。止めてみせるぜ。お前の罪を。メガウルオーダーに目ーを装填し、左側面のスイッチを二度押すと、友情カイガン。バースト。の音声が流れる。 ネクロムの通常形態に金色の装飾が追加され、闘魂ブースト魂に似た姿となっている。変身には誠に対する熱い友情の爆発の力が必要となる。ディープスペクターと互角に渡り合うほどの戦闘能力を発揮し、武器は使用せずに格闘戦を行う。2017年4月19日発売。ブルーレイ、DVD でリリース。ありがとうございます。